こんにちは、ちまです。今回の動画では手軽に持ち運べる照明を今お探しの方におすすめなコスパ良しの LED ライトをご紹介したいと思います。それがですね、ここに今置いてあるデジタルフォトさんから発売されている W64RGB という LED ライトです。これ本当手のひらに収まるサイズになりまして、ポケットとかにもね入れて持ち運べるサイズになってます。で、今回こちらカメラスタビライザー .com 様から提供いただきまして、私もここ1ヶ月ぐらいねすごい使ってみたんですけれども、すごいいろんな場面で使えるなっていうのと、いいなと思うポイントが結構たくさんあったので、今日はどんな用途でこの LED ライトが使うことができるのかとか、使い方っていうのをご紹介していきたいなと思います。で、こちらはスマホで撮影する方にも、もちろんミラーレス一眼レフカメラで撮影する方にも、あとは今最近だと増えてるオンラインでのズームとかのオンライン通話する方にもおすすめできるアイテムになってます。なので今はそういった照明とかライトを探している方っていうのはぜひ参考にしてみてください。はい、じゃあここからはこの LED ライトに何が他付属してくるのかとかっていうのをご紹介していきたいんですけれども、まずはこちら本体ですね。はい、こんな感じ、手のひらサイズに収まる、もう重量もねめちゃくちゃ軽い感じなんですけれども、これが LED ライト W64RGB の LED ライト本体になります。で、その次にこちらですね、これはタイプ C のアダプターです。これは充電する用のアダプターがついてきます。で、あともう一つ、あっちがすごいね地味に使い勝手がよくっておすすめなのが、はい、こちらです。これがデバイスホルダーっていう、クリップみたいな感じのものなんですけれども、何がいいかっていうと、このデバイスホルダーをこの LED ライトの下にこう簡単につけることができるんですね。こんな感じ で、ここでネジでくるくるっと回して、はい、取り付けることができました。で、ここでねクリップのこの幅っていうのをね、ここでこう変えることができるので、これを使って、例えばスマートフォンにね、ここにパンとくっつけることができます。これによって例えばこうインカメで自分でこう顔を撮るときとかでも、自分の顔をここでつけますね。はい、こんな感じで照らしながら撮影することができます。で、もちろんこう、反対側につけていただいたら、はい、アウトカメラの方にもこう照らしながら撮影することもできます。これめちゃくちゃ良くないですか？スマートフォンとかってこうライト、ここについてますけど、これだけだとちょっと光量足りなかったりとか、インカメとかでもね、これを本当パンとつけるだけで自分の顔を照らせるので、すごいこれはめちゃくちゃ便利だなと思いました。で、これと同じようにパソコンにもね、同じようにこう上にパンとこう挟んでつけることができるので、今はねやっぱり増えてきているオンライン通話とか、Zoom でのオンライン会議とか結構ねあると思うんですけれども、どうしても部屋が暗い状態でオンライン通話してしまうと、めっちゃ顔真っ暗になった経験ありませんか？そういう時にこれをねパンと上につけておくだけで、ちゃんと顔を照らしてくれるので、暗い部屋でそういったオンライン通話する時でも、ちゃんと顔を明るく照らしながら、お話しすることができるんじゃないかなと思います。わざわざね前にこう三脚を立ててライトを設置するっていう手間もね、これだったらもう省けますし、小型でねその辺に置いておいて、必要な時にこう簡単にパンと取り付けられるので、撮影の時にももちろん使うと思うんですけれども、結構私はねそういうオンライン会議の時にすごい重宝させていただいております。あと、これの使い方としては、今のこのホルダーを使う以外にも、この下の部分っていうのを一眼レフカメラとかのデザイン集にこう取り付けることもできますし、あとはねこの裏っていうのが磁石になってるんですよね。なので結構金属の部分、例えば冷蔵庫とかそういった金属の部分にもポンって貼り付けることができるので、かなりねこう場所を問わず使うことができるライトなんじゃないかなと思います。もちろんねこの後ろにネジの部分っていうのもついてるので、三脚とかに取り付けるっていうことも可能です。はい、じゃあここからは実際にこの LED ライトの使い方をご紹介していきたいと思います。使い方はね簡単なんですけれども、この後ろの電源ボタンですねを長押ししていただくと、はい、こんな感じでつけることができます。で、右側にある、ダイヤルの部分を上にねこうポン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 ってこう上げていくと、この光量っていうのがねどんどんパーセントが下がっていきます。で、どんどん右にガーッと押していくと、どんどんまた光量がこう、わかるかな、上がっていって 100% までね上げることができるので、100まで上げるともうめちゃくちゃ明るいですよ。こんな感じ、顔がもうめっちゃ照らされるぐらい明るいので、場面によって変えていただく感じになるかなと思います。はい、で、逆にこの反対側にあるダイヤルっていうのをこうね上に向きに押していただくと、ケルビンを変えることができて、どんどんこれでね下がっていくので、こうするとわかるかな、こうオレンジの色になっていきますよね。で、逆の方向にこう回していくと、どんどん白い色になっていくので、ケルビンがどんどん上がっていきます。はい、真っ白になりましたね。
で、これは 2500 ケルビンから9000ケルビンまでの幅間をここで調整することができます。でもう一回ね、この電源ボタンっていうのを今ついてる状態のところをもう一回ポチッとね、一回押していただくと、はい、こんな感じでモードを切り替えることができます。で、今ってこれ緑の状態なんですけど、この左側のダイヤルっていうのを、こんな感じで、ね、左にまた押し続けると、どんどんね、色が変わっていきます。はい、こんな感じで青になって、次に紫とかになっていくのか。はい、っていう感じで360度のフルカラー発光をすることができるので、ここでねダイヤルをこう回しながら色っていうのを自分好みの色にこうね変えていくことができます。このカラー発光のライトを使うと結構何ですかね、作品撮りとかでも使えますし、結構 YouTube 撮る方とかはあえてこうね後ろとかにこうポンって置いといたりすると、まあ、色をねこうデザインすることもできますので、かなりこの色のライトっていうのは使えるんじゃないかなと思います。でさらにもう一回ね、この電源ボタンっていうのをもう一回押していただくと、はい、こんな感じのモードに切り替わります。これはね、いろんな発光パターンにここでまた切り替えることができるんですけど、今はこれねパトカーの発光パターンになってます。確かにこんな感じですよね、パトカーって。でどんどんまたね、このダイヤル、左側のダイヤルをこう左に回していくと、これは発光パターン一覧表っていうのがね、これセットでついてくるので、それ見ながらやってもらえたらいいんですけれども、これが救急車ですね、海外の救急車の発光パターンらしいです。で次が海外の消防車で、次が稲妻、稲妻ですね、雷が落ちるみたいな発光ですね。で次、これ結構使えるんじゃないかな、花火の発光パターンですね。例えばこう部屋の後ろとかにこう置いておいて、なんかこうねパーティーする時とかにこういう風に置いておくと花火の発光パターンなので、すごいちょっとテンション上がりそうな感じですよね。あと次がね、結構使えるのがテレビですね。テレビの発光パターンとかって結構、例えばドラマ系の動画撮るときとか、そういうストーリー系の動画撮るときって、こうね、前にこう見えないところにライトっていうのを置いてもらって、テレビの発光パターン、こうやって置いとくと、こう私がテレビを見てるかのような映像を撮ることができるんじゃないかなと思います。で、今これね、6パターン目なんですけれども、あと20個ありますので、まあ、これはね、実際に皆さん購入されたら、パターン一覧表を見ながらいろいろ試してもらえたらいいんじゃないかなと思います。これパーティー。パーティーとかもいいですよね。はい。っていう感じで、他にも故障蛍光灯とか、カメラフラッシュとか、結構いろんなパターンがありますので、ぜひこれね、パターン使いながら楽しんでライトを活用してもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね、今後ろにここに置いてみたんですけど、どうですかね、こんな感じです。で、この LED ライトは2時間半の充電で、最大の光量、100% の光量で120分継続して使うことができて、一番低いパーセントで使っていただくと15時間も持つものになってます。で、かつまあね、国内正規品なので、まあそのあたりの日本人サポートっていうのもね、結構安心。これ結構大事かなと思うんですけど、安心かなと思います。で、この LED ライト価格もね、今4400円の価格で、まあ、かなりね、コスパも良くって手が出しやすい。ちょっとね、今ライト欲しいけどどうしようかなって迷ってる方とかにはすごいね、まず試してみるにはおすすめのライトかなと思いますので、ぜひ皆さん気になる方はチェックしてみてください。はい、というわけで今回は、手軽に持ち運べるコスパ良しの LED ライト W64RGB をご紹介させていただきました。まあ、ぜひね、撮影に使うライト探している方とか、もちろんね、ズーム会議、オンライン会議の時に顔を照らすカメラとかいろいろ探している方っていうのは、こちらね、おすすめなので、ぜひ試してもらえたらいいんじゃないかなと思います。今回の動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックのスポンサーでお送りしました。今回の動画は少しでも参考になった、良かったと思っていただけましたら、ぜひグッドボタンやコメントいただけますとすごく励みになります。今回も動画を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。